はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、自粛が解除になったのでね、皆さん献血に行ってください。あの輸血用のね、血液はね、そこまでね、長いことね、保存することはできないんですよ。でこれまではね、その皆さんがご協力いただいてくれてたおかげでですね、その病院ではですね、手術や抗がん剤治療などのね、輸血を必要とする治療がね、できてました。全国的なその自粛ムードでね、たくさんの病院でね、治療をね、先延ばしにせざるを得ない状態だったんですよ。そのね、献血ルームや献血バス、各病院がね、ストップしてたので、日本は今ね、血液不足です。やっと自粛解除になったので、その病院ではね、これから手術がね、結構立て込んできます。で手術となると大体血液が必要です。輸血が必要です。まあ、僕みたいにね、あの白血病やがんになってしまって、今まさに入院して抗がん剤治療をしている患者さんのね、輸血のね、血液もね、足りません。そしてね、献血で採血したね、その血液っていうのはね、保存期間にね、限度があるんですよ。長くて、その赤血球っていう輸血の血液が21日で、短くて血小板っていう血液の輸血がね、4日なんです。で緊急事態宣言でのね、その自粛要請が出て2ヶ月ぐらいになりますけども、まあ、その間にもね、使えなくなった血液がね、たくさんあるようです。でこの動画を見てくれる皆さんのね、血液がね、必要なんです。そんなね、献血で皆さんからいただいた血液なんですけども、まあ、どんな時に使われるかと言いますと、まあ、先ほども軽くね、お伝えしましたけども、まあ、改めて詳しくお伝えします。でちょっと長くなりますけども、皆さんに知ってもらったら得することも解説しますので、まあ、ぜひ最後までね、お聞きください。まずはね、血液の成分が作れなくなる時ですね。これはね、主に病気ですね。白血病や再生不良性貧血などのね、血液の病気やね、まあ、抗がん剤などのね、薬の副作用によってですね、赤血球やね、血小板を作ることができなくなることがあります。あの抗がん剤はね、血液細胞をね、破壊しますので、そのために輸血がね、必要になってきます。で抗肝変や薬の副作用などで、ギコイン紙などをね、作ることができなくなることがあります。ギコイン紙っていうのはですね、その怪我や何らかの形でですね、その血管が破れたりするとね、それをね、こう修復する血小板がね、本来働くんですけども、まあ、それと同時に作用する血液内の細胞のことです。まあ、血液内のタンパク質の種類のことなんですけどね。次はですね、大量に出血した時、手術や交通事故、出産でのね、大量に出血した時に血液の成分をね、補うことが必要なことがあります。血液の成分の量がね、不足していたり、血液の働きが正常でない場合には、手術や処置の前に輸血をすることがあります。血液の成分が大量に消費される時、がんや感染症の、ね、合併症などでね、血小板やギコイン紙がね、先ほども言いましたギコイン紙ですね、それがね、急速に消費されてしまうと、止血に必要な、ね、量をね、保てなくなることがあるんです。急速にね、消費してしまうとね、その患者さんの体にある血液だけではね、ちょっと間に合わないので、まあ、そういった状態になったら輸血をします。血液の成分が大量に壊される時、患者さんの体の中に自分の赤血球や、ね、血小板にですね、反応する抗体などがあると、赤血球や血小板が破壊されることがあります。その抗体っていうのはですね、人の体にはね、細菌やウイルスなどがね、入ってくるとね、これに対抗して抵抗してですね、体を守ろうとする働きがあるんです。でこの時に働く物質のことを抗体と言います。細菌やウイルスがね、悪い働きをしないようにするタンパク質の一種です。あのね、他の病気で言いますとですね、自己免疫性溶血性貧血かのようにですね、赤血球に結合する自己抗体ができてしまってですね、赤血球が異常に早く破壊されるって起こる、貧血のことなんですよ。そんな時でもね、輸血が必要です。血管や心臓弁の異常や赤血球の先天的な異常で赤血球が壊れることがあります。次はですね、血液の成分が十分に働かない時、
生まれつきの病気などによりですね、血小板や凝固因子の働きに異常があると出血しやすくなり、十分に止血ができなくなることがあります。薬の効果を緊急に中和する必要があるとき、血栓の治療や、ね、予防のためにですね、凝固因子の働きを抑える薬が使われ、これらの薬の働きを緊急に中和する必要があるときに凝固因子の補充に必要なことがあります。血栓がねできてしまう原因として挙げられるのがですね、コレステロールや中性脂肪値の異常によるね高脂血症のことですね。僕がねそのたびたび動画内でねお話しさせてもらってるコレステロールやね中性脂肪のお話なんですけどもね、それが原因で高脂血症っていう風なことになるんです。脂肪をね多めに摂取してたりとか、過酸化脂質の多いね加工食品をね食べ過ぎるとですね高脂血症にかかりやすくなりますのでね、そういう意味でね血栓症はね、食生活とね密接な関係にあると言えます。だからね、言うたら食生活でね血栓ができてしまうってことなんで、これもね怖い話ですよね。最近ではですね、コロナが原因でねその血管をね傷つけてしまって、それを修復しようとしすぎて血栓ができてしまうというね、以前の動画でもお伝えしたようなこともありますけどね、これもほんまに怖い話ですわ。でもともと糖尿病やねその高脂血症の人がねコロナになると、余計にね血栓ができやすくなってしまうので、それによって、心筋梗塞とかね脳梗塞に引き起こすことがあります。だからそれをね予防できるのはまず食生活ですよね。これもねたびたびね僕動画内でよくお伝えしてることなんですけどね、食生活の改善でねこういったことをね、抑えることができる可能性もあるんでね、そこもね皆さんも一緒にね注意していただけたらなとね思います。続きましてですね、体内の有害物質を除去するとき、腎臓や肝臓のね病気などで体内の有害物質を除去するときに、血液の成分を補うことが必要になることがあります。透析とかね、血小交換などですね。人工透析っていうのはですね、医療行為の一つなんですよ。で、腎臓が機能しなくなってしまった場合に、人工的に本来の腎臓の機能であるその血液のね、その老廃物除去、連解質維持、水分量維持か、ね、それをね、行うのが、人工透析と言います。ということでございます。ちょいちょい難しい言葉とかあったんでね、解説を挟みながらね、お伝えしましたけどもね、解説の方が難しかったかなって思いますけども、まとめますと、血液の成分が作られなくなるときと、大量に出血してしまったときと、血液の成分が大量に消費されるとき、血液の成分が十分に働かないとき、薬の効果を緊急に中和する必要があるとき、体内の有害物質を除去するとき、このような感じでね、皆さんからいただいた血液は使われていきます。このような感じでね、今ね病気になってる人を怪我された人たちがねその病院でね入院をしていて、皆さんの血液を待っています。ぜひとも献血にご協力をよろしくお願いします。でね、その自粛ムードがね、いよいよそのね、解禁されて、自粛ムード解禁、なんか変な言葉なんですけども、一応ねその自粛解除になったわけなんで、献血ルーム側もですね、一応その皆さんに来ていただいてもらうために、そのなんていうんですか、ちゃんとしたアルコール消毒とかね、3密にならないようにこのボードを置くとかですね、そういったこともね対処をね結構しっかりとね行ってくれてますのでね、ぜひね、献血ルーム、献血バスでね、見つけた時にはね、献血にね、行ってあげてください。あとですね、その献血ルームに行く際はですね、予約が事前にできるらしいんですよ。何時何分に行きますとかって、何分かわからないんですけど、何時ぐらいに行かせていただきますとかいう風な感じでね、一応その予約もできるところもありますので、最寄りのね、献血ルームにね、一度ね、お問い合わせください。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。